いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。ぐひゅー、見ろよ、すっげ。うわ、
すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。え？どうぞ、お待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう？そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。いや、これは…こちら、城崎沙織さん。採用、採用ですってすごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。城崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて、喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、山田さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちは神室町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ、女の子は君だけじゃない。同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。
スミレです。ミカです。サオリです。これはまた偉い美人さんが来たね。さあ座って座って。失礼します。とまあそんなわけで、会社の窮地を救うためまだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。ったくお楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで、君はどう？そういう経験ある？このネクタイ素敵ですね。ああ、これ先日出張でイタリアに行った際に見つけてついつい買ってしまったんだよ。すごいおしゃれですね。日本人で似合う人なかなかいませんよ。だよね、私もマジ好きかも。いやー、さすがにお目が高い。私もそのブランドチェックしてみようかなそんなに安くはないよ。なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ、気にしないでください。私そうやって周りに気を配るの慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まああの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。あ、それがね、そのお客さんうちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。創薬センターの橋木さん。そうそう。なんだ、知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。私ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても橋木さんのことを思い出しちゃって。あの美香さん、
そのことなんですけど。ミカさんと沙織さん、新規お願いします。あ、はい。ごめんね、変な話しちゃって。沙織さん、大丈夫？あ、すみません。すぐ行きます。あの、何か飲まれますか？え、あ、そうだね、どうするか。景気よくボトルとかいっちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？そんな釣れないこと言わないで。もっと遊んでみてもいいんじゃない？え？そうそう、たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。よし、ここはボトルを入れときますか。やったー、超素敵。ボトル入りまーす。こんなすごい売り上げ出したの、私初めて。そんな、ミカさんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるからお礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの、そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー、あとちょっとだからそれまで頑張ろう。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあ、いろいろ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。もしもし、星野君か。沙織さんの件おかげでうまくいったよ。クイーンルージュに入り込めた。やっぱり僕は絶対に大丈夫だと思ってましたよ。八神さんもお疲れ様でした。今夜はこれからどうするんです？沙織さんから連絡を待つ。それまでは待ちだな。どっかで時間潰すよ。わかりました、気をつけてくださいね。ああ。見つけたぞ、優等生やら。またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊場！ねえ笠井、
お腹減ったよ。景品同盟してんの榊ばっかりと。今日はこいつがお前の相手だ。してんのこいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんなやつの口車に。ごはん。なんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊場、ボコボコにしてやれ。あれ、おい、何ボケっとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。はご飯の時間みたいだよ。え、お友達は帰っちゃったみたいだぞ。あ、え、俺こう、ちくしょう、おととい来やがれ。だからそりゃこっちのセリフだって。お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取。次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ八神さん。じゃあ汚いところですけど。それで何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？
許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに、他に用がなければもう明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろう。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。沙織さん、お待ちしてました。こちらは美香さんです。八神です、少しいいかな？どうも。半年前に美香さんがついた客、この男で間違いない？うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。美香さんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、正野さんでしょ？そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。橋木さんが上司の悪口言って、それを正野さんが愛想笑いで聞いてて。例えばどんな悪口？全部木戸さんって人の悪口知ってる？アドデックナインって、認知症の新薬。え、ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん、木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか？詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの、とにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。橋木か正野の口から梶平って名前は出なかった？梶平？関西で大手のゼネコン、橋木はその梶平のスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって、でも
橋木さんって副所長とかセンターの偉い人でしょ。ああ、なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。でも梶平って名前は聞き覚えないな。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん、店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン、本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの。うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。うん、そうか。事件のあった夜、生野の方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり生野は橋木の話には興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が生野と本当に話したかったのはそこだな。ええ。それで生野はなんて？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん、絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだよ。え？梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。ふん。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ。事務所まで送るよ。星野君たちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。